不意に水に落ちた時、人は冷静に行動できなくなります。ましてや服を着ていたり靴を履いていたりすると、体の自由まで奪われてしまいます。万が一あなたの子供たちがこのような事故に遭遇した時、大事な子供たちは無事に生還できるでしょうか。はい、消防119番です。何ですか、救急ですか。弟が見に来ました。助けてください。はい、立てたのあってもらえないです。はい、で場所はどこですか。大谷東港の石油コンビナートの釣りのできるところです。はい、東港の石油コンビナートの深くですか。はい、はい、今場所確認します。水の事故に遭った時、すぐに119番通報をして消防署のレスキュー隊を呼びます。しかしこのような水辺にレスキュー隊が到着するのには相当な時間がかかります。レスキュー隊は1分でもいいから長く浮いていてくれという願いで現場に急行します。着衣泳ができればレスキュー隊が到着するまで呼吸を確保しながら長く浮いていることができます。ではどのようにしたら長時間浮いていることができるでしょうか。またどのように着衣泳の指導をしたらよいでしょうか。